大阪関西万博の PR のため来県している大阪府の吉村博文知事は17日に告示される日本維新の会の代表選への出馬についてじっくり熟慮して考えた上で判断したいと話しました来年4月に開幕する大阪・関西万博を PR するため花角知事と面会した大阪府の吉村知事。 面会後に日本維新の会の代表選に出馬するか、記者から問われるとあのいろんな声が僕のところに届いています、ただ僕自身も共同代表として、えー、この今回の選挙の結果に対しては当然責任を負う立場でもあります、ですので、えー、本当にじっくりとあの熟慮して考えてた上で判断をしたいと思っています代表選は17日に告示。 来月1日に投開票です。